村上との勝負。この当たりが捉えたか、ライト方向伸びる、入りました。一発でゲームが動いた。4番の村上、特大のツーランホームラン。605日ぶりの先発マウンド。野上から一発を放ってスワローズが2点先制。第3号ホームランでございました。警戒をしていた、一発でゲームが動きました。放送席、決勝ツーランの村上選手です。試合を決める大事な場面でした。どんな思いで打席に入りましたか。大川さんが、頑張ってたんで、なんとか点数取りたいなと、思って打席に入りました。完璧な当たりだったと思うんですけれども、バッティング振り返っていただいていいでしょうか。そうですね、感触も良かったんで、すごくいいホームランになったと思います。ベンチに戻った後、雰囲気を変えたいというお話をされていました。そのチームに対して今どんな思いで臨んでいるんでしょうか。今は本当に、青木さんや内川さん、いない中で、僕がしっかりしないといけないなと思っているので、基本と出て、嬉しく思います。この後の試合に向けても大きな一本になったでしょうか。そうですね、今日の一本を励みにして、明日からまた、打ち続けたいなと思います。これで勝率も5割に戻りました。スワローズファンの皆さんに向けて意気込みをお願いします。まだまだ、始まったばっかりなので、この先何があるか、分かりませんが、僕たちは一試合一試合、頑張りたいと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。村上選手でした。ありがとうございました。